十一レース一着となりました。広島の松浦雄二選手です。三連勝での決勝進出です。おめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか。三連勝です。まあ、今日は、あの、本当ラインのおかげで、まあ、鳥取君もすごい頑張ってくれましたし。あの、浜田さんも、後ろで、あの、やってくれたんで、まあ、なんとか自分と、まあ、鳥取君だけですけど。まあ、ワンツー決まったんで、良かったです。松浦選手も、鳥取選手の先攻のスローで、どうでした。強かったですね。あの。 ホームをちょっとわざと遅らして、新山君に、まあ、あの入れるかなっていう隙を与えたんですけど、まあ、その分、ちょっと新山も足使ったかなと思ってます松浦選手もしっかり、仕事されてまあそうです新、ね、山が3番手いたんで、あんまり動けないかなと思ったんですけど、まあ、鳥取君が強かったんで、なんとか、仕事はできました、ね、バンクのコンディションはどうでした、風はかなり吹いているように見えますが。 えっと今日はでも。まあ、あの昨日と違って番定戦なんで自分はあんまり感じなかったですけど、まあ、鳥取くんがすごいきつそうだったんで、まあ、それなりに風はあるのかなと思います。さあ、校長の中での決勝進出です。3。走した足の感じとかはどうでしょう？昨日ちょっと良くなかったんで修正して今日はかなり感じが良かったんで、うんまあ、このまま下もしっかりあの出し切れるように精一杯調整して頑張りたいです。うん こうなるともうファンの皆様の期待も高まります明日目指すはズバリあのしっかり優勝を狙って頑張りたいと思いますありがとうございますそれではファンの皆様にもメッセージを一言お願いしますあと一日しっかり社権に貢献できるように頑張りますお願いしますおめでとうございます松浦雄二選手でした